もしや酒井様で。いかにも。石川先生が中でお待ちです。野営を見つけたのは蘭か。さようでございます。酒井、石川先生、これも巴の仕業ですか。猛虎と暴れ回っておるわ。蘭という娘が居所を知っておる。行きましょう。いかにして蘭は野営の場所を。森の中で偶然見かけたらしい。死なずに済むとは。他の者は殺された。お主が蘭か。はい、そうです。島の女子が猛虎を率いておったか。巴です。あの顔は忘れもしません。かつてこの地を住処にしていた族と手を結んでおりましたから。どういうことだ。あやつの出は小麦のはずだぞ。ここを気に入ったようで。あの女は大綱を何年も脅かしておりました。目隠しをしたまま空を飛び回る鷹を射落とせる腕前だとか。やつらの野営はどこにあった。ここから南西の森、西側の浜と川の間です。巴め、授けた技も明かした秘密も無駄に終わった。わしも老いたな。なぜ嘘をついた。ご存じなかったのですね。いさかいの前、巴を養子にとって跡取りにしようと考えておった。巴にとってそれは行幸であったはず。だが取り下げた。あやつが人殺しだから。わしが未熟だったからだ。元の暮らしに戻してしまった。良い暮らしができる機会を取りこぼし、さらに民を脅かすなど。皆まで言わずとも良い。先生、この先すべきことのお覚悟はありますか。まずは野営を探すぞ。これ以上罪を重ねる前に止めねば。巴が馴染みある地に戻ったということは捨て身なのであろうな。しかし味方は元という国ですぞ。修練場が潰れるたびアーンの心は離れるというもの。ならばくさびを打ち込み優位に立ちましょう。その末に巴が猛虎を見放した。罪を犯した以上罰を受けるべきかと。共に戦う意志があってもか。信用に足ると。いいや、巴は大綱を脅かしていたそうですが、あやつが若かった昔の話でしょう。成人する前だ。その年で族と連れ立っておる。先生の手に余りそうだ。妙なことはなかったのですか。弟子入りしたばかりの頃は懐に小刀を隠し、食料も隠れて貯めておった。日差しを見逃していたわけですか。他にもあったな。だがあやつを跡継ぎにしたいばかりにあえて目をそらしてしまった。野営はこの近くだ。弓で待ち伏せるには最適の場。気を抜くな。
馬を降りろ。鏡、野営が見える場所を探す。ここだ。作りは同じか。何が見える？日本式の矢。そうであろう。ムクロが的にされております。まこと巴らしい。野営を襲う。巴を見落とすでないぞ。心得ております。まずはお主から行け。先生、あれを。巴であろう。石川、そしてクロード、二人ともしつこい男。旧兵は死んだ。諦めろ。敵です。巴を追え。ここは食い止め。逃げ場はないぞ。お前に何がわかる。どこまで逃げるつもりだ。追いついてごらんよ、カカイ殿。陣だね、石川の犬。お前は輝かしき未来を取りこぼした弓の天才。そう言われたの。巴、談話が望みか。お前に教えてやろうと思って。油断すると刺されるよ、私のようにね。中言はいらぬ。決着をつけるぞ。すでについてる。味方もいない。一人だ。弓を下ろせ、巴。
れよりだ。どこに消えた？先生に伝えねば。坂井、どうだった？私を殺さず、巴は逃げました。お主、逃がしたのか？飛び降りたのです、崖から。くだらん芝居に引っかかりおって。悩んでおるようでした。何か言われたのか？あなたが私を裏切ると。ざれ言よ、お主の方が楔を打ち込まれたな。よく聞いておる。いいえ、聞いてなど。そうか。ともあれ、次にこのわしを疑うときはまず己に問うてみよう。ともえは諦めておらん。おそらく北へ向かい、猛虎の機嫌を取るだろう。見つけましょう。Yeah.